エルカチャンネル。この間の日曜日のお仕事を変わるので下見に行かれたっていう話をですね、もう一回教えてもらえたらなと思いまして。場所が分からなかったので、広瀬で待ち合わせして、軍手とつなぎ買ってもらって、職場まで行って、お礼中やる仕事を一通り教えてもらって。ちなみにその仕事ってのはどんなことなんですか？牛の餌やり。なるほどなるほど。で、今回あれですよね、話を桐谷に教えてくれた人っていうのがウーシーなんですよね。じゃあ社長さんじゃないですか、ウーシーは。社長、今からバスとかって。そうですね。このうち丸と小を道連れにしようとね。え、何？俺と丸がそっちに就職するわけ。名前をつないで引っ張ってくるね。ウーシーの会社ってのは何年目かなってるわけかな。なってるでしょうね。前のコーナーから引き継いでるって言ってたから。そうなんですね。エルちゃん、今までの仕事はもともとどんなことしてましたか？荷物の積み下ろし。それに比べりゃだいぶ楽ですよ。肉体的に精神的にも楽。今までのやってた仕事ってのは勤務形態ってどんな感じだったの？時間が3勤とかあるじゃん。大阪に向けたら3勤、部屋番号は5時からで、終わりが大体1時ぐらいか。次が8時のところっていうのはどうなんだろうね。朝5時から3時間、そこから家に帰って飯食うなり、どっか飯食いに行ったり。中抜けするってこと？朝が5時から5時か6時って言ってた。朝が早いけど中抜けしてお昼からは夜までみたいな。なるほどね。今までの仕事に比べたら違う仕事で気持ちなんか違うのかなと。まあ新鮮さはね。新鮮さね。全く今まで関わってることがないことだから。今までが物だったものが今度は生き物に変わって。じゃあなんすか、乳搾りとかするんですかね？まあ後々って言われて機械でするとは思うんだけど。掃除機じゃないけど。エルちゃん、あ、展開店看板ができてましたね。社長で買ったかったな。あそこ行くときはぜひ連れてってもらおうかな。先輩のこれ。はい。はい。だってそこは社長のおごりに決まってんだろ。じゃあ、ウーシーは個人事業主？うん。ね。すごいね。もう一人の人とは会ってないんだよね。あ、もう一人いるんだ。全然俺たち知らない。知らない。社長が直々にスカウトしたって、この前の飲み会の時に話してた。エルちゃん。でも、よかったんですか？転職って形になって。反対されたよね。ごめん。せっかく20年ぐらい働いてきたのにって。お前はなんで辞めるんだと。親不孝か。感動するぞ。そう。ああ、そこまで行くかな。そのギリギリのとこまで。は言われたってことね。だけもう一切話してないもんね、親と。それ以降そろそろ家を出るかとは思ったけど。でもそういうので家を出て距離が空くっていうのはちょっと寂しくなるよ。どうなんですか、ウーシーのところには寮的なものはないんですか？で、半分ぐらいはそこで寝泊まりしてもいいよとか言われて。何にしても家を出るってことは大変だよ。今までしてきてもらってたことってのが絶対あるから、それを自分で全部しなくちゃいけない。ただいまって言っても声が返ってこないよ。まあ今もそうなんだろうけど。いつ花が上手だもんね。
料理はどうにかなりますよ。美味しくできるかどうかっていうだけ。自分が食べてまあいいかって思えばいいんじゃないかっていうレベルな、どうにかなるよ。ご飯さえ炊ければまずはどうにかなるよ。ご飯は洗剤で炊くあれすればいいでしょ。いやダメだろ。それ問題だろ。いや洗うんだけど洗剤じゃダメ。いや最近の若い子はそう思ってんじゃないの。エルちゃん喧嘩なくても一人暮らしは一人と人からね。まあ良くも悪くも経験は大事かもしれない。うん、ちなみにその仕事はいつから始めるの。インターン月なら10月。あとまだ4ヶ月ぐらいありますよ。その間で、今のところを手続きをさせて、で部屋を探していくと。なるほどね。今までのところにも仲のいい人たちっていうのはいたと思うんですけど、うん、何か言ってましたか。あ、嘘。OK。やめんなよとか。あ、それはないね。もう早くやめろよとか。それはあったね。そう。笑うんですか。それきついね。それが冗談だったとしても。正直きついね。冗談だったんでしょ。あ、本気じゃないんでしょ。うん、ああ似たようなことは俺もたまに言ったりするから。世話になった人、仲が良かった人、うん、同級生、うん、いや言ってるからね。ああ、少しずつ準備はしていってますよってことで。エルちゃん、ルーシーがうちに来ないかって言ってくれたっていうのは良かったじゃん。うん、これも本当何かの縁ですよ。一つの輪の中だけで一生終わってもいいけど。別の輪に行ってみてもいいかなと思うし、円環の断りってやつじゃないですか。お、話がなんかえらい宇宙規模になってきた。びっくりするような言葉が出てしまった。大した力にもなれないけど、まあ頑張れっていうだけで送っとくよ。エルちゃん、もう一回聞くけど、牛を育てる場所って、え、何、牛小屋があるわけでしょ。その建物だけ、建物と近くにプレハブで寝泊まりするような、うんうん、その牛ちゃんは放牧とかはしない。はしないみたい。俺放牧するこの原っぱがあるイメージだったから。富士地区をイメージしてもらえれば。正直匂いが慣れないんじゃない、行った時に。ものすごく臭い。あ、社長なんか言ってますよ。こいつ言ってましたよ、くっせえぞって。そこだけよ。せっかくね、うち来ないかみたいに言われたのに。そこだけよ。今のところと比べてきついなというのは。ああ、とは今の仕事と比べるなら楽。エルちゃん、まあでもさっきも新鮮って言ってたけどさ、ちょっと楽しいんじゃない。全然知らないところに行くわけじゃないから、そういうのもいいんじゃないとしか言いようがないけどさ、うん、仕事辞めてさ、ただ家に引きこもってますっていう状態になるよりいいんじゃない。今度からの仕事は決まった時間じゃん、参勤があるわけじゃないから予定が組みやすくなるよね。予定が組みやすい。社長の予定も入れられる。おお、中抜きがあるから、ね。うん、ちなみにお休みっていうのはあるのかね。希望は聞きますよ社長。でもそしたら今後飲み会がなかなか難しくなるね。だけどそれも社長に言ったもん。中央級、もう遠慮なく行っていいけどね。いや、多分休み取るの一緒ですよって。うん、今まで全員バラバラの仕事してたのが、そのうちの2人が一緒のとこになるから、だから飲み会を開こうってなっても、今までウーシーが来てる時間帯ってあるじゃん。それが、キリとも同じになるってことで、ちょっとなかなか大変になりますね。始める時間を今まで言ってたことよ。なんかもう30分遅らせて始めようかとか言っとったりしたじゃん、俺が。じゃないと、来てから何もない、食い散らかしたやつを食べてもらうことになるけんって。職場にみんな呼んでバーベキューしたいねとは言ってた。ちょっとかわいそうって。牛がいる横で焼肉やるかいかんって。これお前の母ちゃんかなんか言いながら焼きよったらいかんって。バーベキューしたいねって。
できるならしたいね。Lちゃん。ということで終わりにします。さよなら。さよなら。